歌舞伎俳優の中村指導のインスタグラムが昨年12月に生まれたばかりの息子、陽気ちゃんとの2ショットにあふれそっくりと話題になっている。指導は25日に更新したインスタでおはようございますのつぶやきとともに息子と二人、布団から仲良く顔を出す写真を投稿。この顔があまりにもそっくりなためファンからも親子そっくりめっちゃ似てます。すごく。 指導さんに似てます。パパそっくりとの声が。指導はこの日だけではなく、陽気ちゃんが生まれてから、陽気ちゃんの写真を20枚以上投稿。笑顔だけではなく、寝ている顔、泣いている顔など、どんどん自分に似てくる陽気ちゃんに、指導もメロメロなようで、日々の何気ない表情を続々更新。ファンからも毎回、そっくりと絶賛の声が上がっている。